社長、お疲れ様です。お疲れです。社長、はい、今日はですね、うん、あの前回は、うん、あの社長にこれはケチンじゃねえっていうケチンじゃない、はいはいはい、はい、企画でちょっといろいろ聞いたじゃないですか、うん、今回は社長に、うん、これはケチれっていう、ケチれ逆、はい、逆むずいね、これだけケチってくれよっていう。あ、なるほど、はい、これケチれか、ちょっと社長に聞いていきたいなと思いまして、それこそあの社長って結構ご飯代とかも、まあ、自分も毎回出してもらってますし、うん、結構本当に何でもこう、まあ、ポッポパッパパッパ出しちゃう、うんうん、そうね、とは思うんですけど、うん、その中でもこう社長になんかルールというか、うん、まあ、なんかこういうのにはちょっとお金使わないようにしてんだよねとか、買い物のルールとかってなんか決めてたりすることってありますか？いや全然ないんだけど、はい、最近ね、なんか俺すごい思ったことがあって、はい、服とかもなんか適当に買って、適当にって言ったら変だけど、はい、なんか出たから買うとか、はい、なんかやってたわけですよ。なんかまあ新作出たから買うとかね、はい、ここのブランドのこれが出たからとかさ、はい、やってたんだけど、まあこれは俺あるあるなんだけど、買っても着ねえやつとかあるわけ。いや、そうですね。そうなのよ、一回着て終わりとかね、はい、でなんかそういうのを考えた時に、なんかちょっと一回想像してみるというかさ、これ着ないだろうなとかね、はい、うん、なんかちょっと一回そういうふうに考えるようにした。ああ、なるほど。してる、うん、本当に必要なのかっていうのを、そう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 、一呼吸置く、一呼吸を置くあ、で例えばね、はい、時計がじゃあなんかあります、はい、じゃあまあ何でもいいや、ロレックス行きました、はい、したらロレックスの何か出てきました。普段は出てこない、はい、ね、あ、レアものですね。まあ、レアじゃないにしても普通のモデルでね、まあ、なんか出てきたんだ。あ、なんか、まあ、じゃあ例えば2、300万のモデルが出てきましたと、はい、ね、あ、これ買うしかねえべって普通は思うんだよ、うん、なんだけど200万円のロレックスをしねえしって考える。あ、うん、前はとりあえず買おう、まあ、まあいいや、買っとくかみたいな。そう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 、まあ転売するのはちょっとね、ちょっとあんまり性に合わないというかあれで、まあ買って売りは儲かんのかもしれないけど、うん、そう、なんか違うなみたいな。一応、うん、そういう試写選択、そう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 、選択をするようになった、するようになった、うん、だからなんかそこをちゃんと選択して、はい、なんかいるものはいる、いらないものはいらないっていう風にジャッジしていくのいいんじゃないって思う。なんかよく聞くのは、うん、なんか例えばこれマジで欲しいわっていうものがあっても、うんうん、1日寝て、そうなんだよ、次の日そうなんだよ、だって買いたかったら買うとかよく言うじゃないですか。そう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 、いや、まさにそうしてる俺。ああ、社長そうするだったんですか。ああ、じゃあ要は社長はその選択の仕方を、うん、その日にはいきなり買うことはなくなったと。なくなったね。なるほど。たださ、その1個しかねえとかさ、はい、なんか困るよね、まあ、今買わないと。そう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 、なくなっちゃう余計ですね。そのパターンもあるよね。でも、はい、なんかそういうのもなんかもういらねえなとか思ってきて最近、なんかそういうブランドもそうなんだけど、はい、なんか、うん、なんか別にいいかなみたいな。じゃあ、まあ社長はそうなったということで。そうだね。その中でなんか社長が思い浮かぶ、うん、まあ、視聴者さんやっぱに向けて、うん、これはちょっとケチった方がいいんじゃないっていう、あ、なんか事柄ありますか。はいはいはい、なんか、まあ、ケチという言葉が合うか合わないか分かんないけど、はい、そういうなんかさ、ちょっとサブスク系とかさあるじゃん。あ、なんか例えばネットフリックスとか、ユーネクスト、アマゾンプライム、あとなんだ、プールとか、プールあるね。まあいろいろあるじゃんか。まあいろいろありますね。なんかかぶってない。あ、そうですね。なんかたまにさ、ディズニーチャンネルでしか見れないとかさ、なんかまあたまにあるじゃん。あ、ありますね。そうそう、まあたまにあるんだけど、はい、基本ネットフリックスでいけるよねっていう。でなんか音楽のサイトもそうだよね。はい、音楽何で聴く？自分はあのアップルミュージック。アップルミュージックじゃん、はい、でそれがアマゾンミュージックの人もいるしさ、俺は YouTube ミュージックなの。あ、そうなんですか。そうで、それはなぜかっていうと、はい、俺は YouTube のあのプレミアム、はい、そうそう、あの高い広告が出ないやつです、ね、出ない、そう、毎月1000円何本かな、はい、で広告出ない、楽じゃん。でもそれで、まあ、YouTube も始めたしみたいな感じで、 YouTube 始めた時にそれ入ったの。ああ、そうなんですか。そう、入ったら下は音楽も聴けるんだよ。お、そう、だからなんか全然もうそこでよくて、動画は YouTube で見て、はい、音楽は YouTube ミュージックで聴くみたいな流れができてる。なるほど。そう、だから全然映画とかね、なんかそういうネットフリックスとかで見た方がいいのかもしれないけど、だからなんか2つ3つありゃいいんじゃねえと思うんだよね。でも2つ3つは必要なんですか。
2つは欲しくない？ケチ、まあ1個でいいか。1個いけそうだな。なんかネットフリックスいくら？え、いくらでしたっけ自分？値段見てないですけど。俺もそう。2000円とか3000円くらいです。そんなすんの？そんなしない？わかんない。で、俺もわかんない。だからみんなそうなってるんだよ。もう値段すら分かってないんだよみんな。すらよくわかんない。そう。なのに課金してんだよみんな。そうですね。もうバカじゃん。だって。知らず知らずのうちに。そう。アップルとか。そう。そういうところに取られていくと。そう。お金が。だからもうそこやめよう。ちゃんと見直そうぜ。見直そう。サブスク便利だけどね。まあそんな感じです。そういうことで、はい、サブスクはちょっと見直してくれと、うん、そう、そこケチった方がいいと。そうだね、忘れちゃいますもん、ね、忘れちゃう、うん、はい、そうだな。まああの前もね動画で言ったけど、はい、まあほら禁煙してんじゃん俺。そうですね、禁煙。タバコ代やっぱ全然違うよね今ですね。これは、はい、170日、おー、半年30日が ほぼ半年ですね。ほぼ半年だ。はい、まあ浮いて、まあ、20万浮いてるんだよ。おお、寿命も約1ヶ月ぐらい伸びて。そう、だからこれって、はい、まあ、タバコケチれってちょっと難しいかもしれないけど、そう、タバコ酒、はい、なんかそういうちょっと娯楽系もちょっとケチった方がいいんじゃない。なるほど、うん、まあ、だってこんな半年で20万浮いてるんだもん。うん、100害あって一理なしですよね。そう、まあ、タバコなんてものは、うん、酒もね、やめれない人はやめれないよねもう、うん、でもね、俺ちょっと気づいちゃったことがあって、はい、別にタバコを吸ってる人が悪いとも言ってないし、うん、酒を飲む人が悪いとも言ってないんだけど、うん、結構さ、成功者のインタビューとかしてるじゃないですか、はい、出てない人、もちろん友達も多いじゃん俺、うん、経営者の人が、はい、結構酒飲まない、タバコ吸わない、うん、経営者多くない？まあ、確かにそうかもしれないですね、うん、港区界隈ではね、はい、そういうスペックの社長たち多いよ。あ、そうなんですか、うん、港区界隈は多い。酒、タバコはなしですか？もちろんやる人はいるけど、はい、多い。ランボ乗ってる人とか結構酒飲まない人多いよ、ね、別にあのそれがダメって言ってるわけじゃないけど、はい、意外と多い、うん、意外と酒、タバコは、うん、だから多分なんか、はい、お金持ちの人たちってきっとなんか気使うじゃん。まずなんか最初はさ、自分の娯楽のためにいろいろやってるわけよ、はい、なんか欲しいだなんだね、うん、タバコだ酒だって、キャバクラとかだって多分相当金使うわけよ、そういう人たちって、うん、でなんだけど多分そういうのって一周して今度じゃあそういう何を求めるかって健康を求めるんだよねきっと、うん、それで多分酒タバコやめてジムとか行き始めるんだと思う。まさに今の社長ということ。そう、いやまさに、まあ、健康になりたいと思って言ったことはないんだけど、まあそうそう、まあ結果そうだよね。やってることはでもやってることは一緒。健康に向かってるって、ね。そう。健康に向かってる。はい、そう。じゃあまあ多分酒タバコも、うん、まあ、お金使うべきじゃないでしょうと。ケチった方がいい。例えばだよ。はい、1日2箱吸ってる人だったらタバコ1箱にしてみるとかさ、はい、1箱吸ってる人だったら半分にしてみるとかね。なんかそういうケチり方。全部スパンじゃなくて。確かに。うん。それちょっとケチっぽいですね。うん。でも変わると思うよ。はい。あとこのちょっと逆の発想で、はい、そのケチるとはちょっと違うんだけど、減らすっていう意味では、はい、まあ、例えばさ、あのご飯もさ、大盛り食ってたものをさ、普通盛りにしてみるとかさ、わかる？普通の米食ってた人をさ、小盛りにしてみるとかさ、はい、なるほど。なんかそういうなんか まあ、ケチるとはちょっと違うかもしれないけど、はい、なんかそれも結構あの体ね、太りづらくなったりとかするんじゃない？それだけでも。なんか社長、まあ、節約とかしないと思うんですけど、うん、今はもうしないと思うんですけど、うん、なんかそれこそ節約した経験とかってないんですか？いや、ないかもしれない。あ、もう若かりし頃から あったお、あったっていうか、これ俺うちの社員の話なんだけど、はい、これ地理の話だからちょっと難しいんだけど、うちの社員が八王子から高尾に行くのに高速使ったの、はい。あ、近いですよね。でも近いの、下でいいじゃん、はい、そこはケチでよみたいな多分、はい、人の金だから乗っちゃえみたいなさ、わかる？経費、会社の経費だから、うん、そうなんか、ね、いいだろ、5分ぐらい短くなるぐらいだろ。そう、いや、なんなら多分変わんねえと思うんだよ、時間も。そうですよね。自分の財布でやられて嫌なことはやんじゃないやっちゃうそれちょっとした、まあ、愚痴というか、そうもあると。そこはケチってほしかったあ、社長のちょっと悲しみの一言ということで。そう、あとね、あと、あ、思い出した、これも仕事なんだけど、はい、思い出した、俺世の中今までの人生でケチったことねえなと思ったの、はい、あったわ。あったんですか？あの、
そう、20歳ぐらいの時の親方で、はい、ガソリントラック入れるんじゃん。で浮世絵やってから自分で入れるんだよ、はい、やっぱりさ、ガソリンさ、ガソリン代もったいねえからさ、エアコンつけなかったもんね、これ。ああ、20歳ぐらいの時エアコンつけるとすげえ食うの、ガソリン。そう、早いですよね。そう、全然つけなかったね。なるほど。あと現場行くのにもさ、高速代ってかかるじゃんか、はい、でそれも高速代もったいねえからっつって、朝さ7時に出りゃ間に合うものをさ6時に出たりとかさ、あで下道、なるほど、そうとかやってたわ。じゃあもうその辺はある意味節約術になったと。なったよね、やってた。社長もそんな時期が、まあ、20歳ぐらいですけど、ね、そう20歳ぐらいだけど、はい、あったわ。あったんですね、うん、そういう経験もしたよってことですね。そう、ケチった話はそんな感じですかね。ケチった話はそんな感じじゃあちょっとまた、じゃあ社長にいろいろ聞いていきたいと思いますんで、わかりました、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、はい。